オールド・オーバー・ホールとライ・ウイスキーは、ライ・麦を主原料とするウイスキー。ライ・麦パンと同様に、ライ・麦由来のかすかな苦味があり、ピリッとしたスパイシーなものを、ペンシルベニアスタイル、まろやかなものを、メリーランドスタイルと呼ぶ。アメリカの連邦アルコール法では、ライ・ウイスキーは、法律で、マッシュの51%以上がライ・麦で作られている、ものと決まっている。マッシュの残りは、主に、 トウモロコシと麦芽である。また、バーボンと同様に内側を焦がしたオークソンでの2年以上の熟成が義務付けられている。ライウイスキーはドイツ系移民によってライムに栽培が盛んに行われたペンシルベニア州南部が発祥の地である。独立戦争後にはスコットランドアイルランド系移民も加わり、アメリカ北東部、特に ペンシルベニア州とメリーランド州で盛んに生産されるようになった。禁酒法の後、人々のウイスキーに対する思考は、カナディアンウイスキーに代表されるタンパクで飲みやすいものに移行してしまい、ライウイスキーは立ち直ることができなかった。ライウイスキーの蒸留所は、ペンシルベニアメリーランド州からケンタッキー州に移り、わずかな生産業者が残った。1996年、 アンカー醸造所のフリッツ・メイタックが、アンカー上流所の名前でオールド・ポトレロ、シングルモルトウイスキーの醸造を開始した。これは100%の発芽ライ麦を使用しており、アメリカでは数少ないシングルモルトウイスキーであった。アメリカのライウイスキー醸造所のうち有名なものには、他にもジム・ビームやオースティン・ニコルズがある。オースティン・ニコルズは、 ワイルドターキーのブランドで度数 40%50.5% のものを売り出している。他にはオールドオーバーホルド、バン、ウィンクルファミリーリザーブ、リッテンハウス、ミッチャー、パイクスビルシュープリームなどがある。カナディアンウイスキーはカナダとアメリカでは大抵ライウイスキーと呼ばれ、歴史的に内容量の多くがライ麦でできている。しかしながら現在では ほとんどのカナディアンウイスキーはわずかにライムギ原料のものがブレンドされているに過ぎない。有名な銘柄はカナディアンクラブとクラウンロイヤルである。カナダではコーヒー率のライウイスキーのいくつかのブランドも売られているが一般的なライウイスキーの用語との混乱も招いている。100%ライムギライウイスキーはカナダではアルバータプレミアムやマスターソンズなどごくわずかである。 ウイスキーベースの代表的なカクテルであるマンハッタンの正式なレシピではベースとなるウイスキーにライウイスキーを使う。ロックライはライウイスキーと味付け用の果実に少しの氷砂糖を加えて作る酒である。もしくはライウイスキーのお湯割りにビターズと氷砂糖で作ったものを呼ぶこともある。ありがとうございます。